今日はですね、プラトンの国家の第2巻を読んでいこうという、そういうことになります。プラトンは全10巻なんで、そのうちの2巻をですね、読んで紹介してですね、そしてその私の感想っていう、そういうようなものを話したいと思います。プラトンはですね、この本の中ではソクラテスなんですけれども、ソクラテスは友人と正義とは何かっていう、そういうような議論を始めるんですけれども、ソクラテスはですね、正しくないものが不正であってですね、不正でないものが正しいみたいな、そんなことを言って、周りにの議論を聞いている人たちにですね、それでは、議論、正義を語ったことにはならないのではないかっていう、そういうようなことを言われるんですよね。そして周りの人たちがですね、ソクラテスに、現在この国では、紀元前500年のギリシャにおいては、正義であるかどうか、正しい人であるかどうかっていうのは問題ではなくて、正しい人であると思われることが重要であるっていう、そういうようなことを言っていて、これ本当にいいことなのかっていうことを、ソクラテスに聞くんですよね。そして周りの人はですね、具体的にこういうふうなことを言いますね。賢者たちが教えてくれるように、見かけは真実にも打ち勝つ以上、そしてこの見かけこそは幸福の決め手となるものである以上、その方へと全力を振り向けなければならない。表向きの外見としては、徳に見せかけた影絵を身の回りにまとわなければならない。こういうふうな、当時のギリシャの状況だったっていう、そういうようなことを言っていて、これはですね、例えば中国においても、信用スコアみたいなものがですね、中国にあって、正しくないことをするとそのスコアが下がるっていうんですよね。そしてスコアが下がるとですね、社会的に不利益を被るみたいな、そういうようなことがあって、そのようにですね、その人の信用というものにスコアをつけて、そしてその人の正しさっていうものにスコアをつけてですね、そして国民をコントロールしていこうっていう、治安を維持していこうっていう、そういうようなことをやってるらしいんですけれども、日本もですね、そこまであからさまではないんですけれども、大体似たようなもんであろうというふうに思われますよね。そしてさらにですね、ソクラテスの、友達という人はですね、正義に関してこのようなことを言いますね。一般には自ら進んで正しい人間であろうとする者など一人もいないのだ。ただ勇気がなかったり、年を取っていたり、その他何らかの弱さを持っていたりするために不正行為を非難するけれども、それは要するに不正を働くだけの力が自分にはないからなのだということを、これがありのままの事実であるということは明白です。何しろそういうふうに不正を非難している連中は、ひとたび力を獲得するや、たちまち誰よりも先にできる限りの不正を働くのですからっていう、そういうようなことを言っていて、もうこのリアリティっていうのはですね、何なんでしょうかっていう、紀元前500年のギリシャとですね、現代の日本、もう2500年の時空を離れて存在する2つの世界がですね、ほとんど同じ言説でくくられているっていうね、そんなことで、現在ですね、自民党の若手議員が、半裸の女性とイチャイチャしたっていう、そういうような問題があってですね、半裸の女性、プロの女性とイチャイチャしたっていう、そういうふうな動画が流れてですね、問題になっていたりするんですけれども、これを女性が非難するっていうのは分かるんですけれども、男性が非難するっていう、そういうようなこともあると思うんですけれども、マスメディアとかで。しかしですね、それを非難している人たちも、ひとたび力を持てばですね、そういうふうな半裸のプロの女性に、色目を使うみたいな、口移しでチップを渡すみたいな、そういうようなことは十分あり得るだろうっていうふうに、当然ながら思いますよね。そして、このようなですね、正義っていうものの価値が、
こうあやふやになっているっていう、価値が下がっているっていう、こういうような状況においてですね、その正義っていうものを救ってくれっていう、そういうようなことをですね、ソクラテスにこう周りの人は頼むんですよね。そしてソクラテスはですね、これは難問であるっていう、まあ、難問であるがゆえに正義っていうものをその、まあ、人間個人個人において考えると、それは、まあ、問題が小さくなってしまうので、国家について大きい枠組みで考えればですね、より正義っていうものが明らかになるのではないかっていう、そういうようなことで、国家の正義、個人の正義っていうのではなくて、国家の正義についてソクラテスはですね、考え出すんですよね。そして、まあ、国家というものは多くの人が集まって、そして役割分担をしてですね、そしてその中でも一番重要なのが軍隊であると。そしてその軍のリーダーっていうのは、まあ、多くの場合国のリーダーだったりするんですけれども、そのようなですね、軍や国のリーダーっていう、そういうふうな人たちはどのような性格の人であるべきかっていう、そういうようなことを言うんですけれども、まずですね、勇気や気概を持っているっていう、そういうふうな条件がまずあってですね、しかしこれだけではダメで、勇気や気概を持っているっていうだけでは、まあ、国内においてですね、まあ、弱い人をいじめてですね、嫌われ者になったりとか、そういうようなことがあるんで、勇気や気概を持つと同時に味方に対して優しいっていう、そういうふうな条件が必要であるっていう、2つの相反する条件が必要であるっていう、そういうようなことを言うんですけれども、しかしですね、場面場面に応じてこの勇気と優しさっていうのを使い分けなければならない、その知恵も必要である、知識っていうものも必要であるっていう、そういうことを言うんですよね。まあ、繰り返すと、リーダーにふさわしい資質というのは勇気と優しさと、そしてそれを場面場面で使い分ける知恵っていう、そういうようなことになるんですけれども、このようなリーダーを育てるためにはですね、まあ、子どもの頃から正しい教育を、多くの人にですね、正しい教育がなされていなければならないっていう、そういうようなことを言っていて、まあまあこれは問題ないかなっていうふうに思うんですけれども、では正しい教育とは何かというとですね、まあ、例えばその教育の中で一番大事なことは、まあ、神様についての物語であるっていう、そういうようなことを言うんですよね。そして神様に関する物語において、まあ、許してはいけないものはですね、例えば神様が人間を騙すとかですね、神様が何かにこう化けて人間の世界に降りてくるとかですね、そのようなことはありえないだろうっていう、そういうようなことを言うんですよね。神様っていうのは、神っていうのはそれ以上のものがない正しいものであって、その正しいものがですね、わざわざ、まあ、癒しいものに自分を変化させて、そして、まあ、何か人間にいたずらをするとかですね、そういうようなことはありえないっていう、そのような嘘の物語を子供には教えてはいけないっていう、そういうようなことを言うんですよね。まあ、教えていいのはですね、神様がこんなに立派であるとかですね、こんなにすごいことをしたとか、そういうようなことは教えてもいいんだけれども、神様がですね、こんな意地悪をしたとかですね、神様がこんな嘘をついたとか、そういうふうな嘘の物語は教えてはいけないっていう、そういうようなことを言っているんですよね。ここの点についてですね、その神様、神っていうものの考え方が、まあ、国家の序盤の方に出てくるっていう、そういうことなんですけれども、この神の考え方、神に関する考え方はですね、ソクラテスの神に関する考え方っていうのは極めてですね、近代的っていう、そういうようなことを思いますよね。まあ、ヨーロッパで例えるなら、まあ、カトリックから宗教改革を経てですね、プロテスタントっていうものにが生まれてくるんですけれども、このカトリック、それまでのキリスト教っていうのはですね、まあ、結構こう土着宗教と融合してですね、神様はこんな悪いことをするから、あなたたちが悪いと神様はこんなこう意地悪をしますよみたいな、そういうようなことを言って、
人々をなだめていたりしたんですけれども、しかしですね、プロテスタントになると神っていうのはですね、私たちのおもんぱかるような、そういうふうなところにいるお方ではないみたいな、そういうようなことになって、近代の歯車が回り出すみたいな、そういうようなことになったりしたんですけれども、これ例えばですね、日本について考えてみると、平安仏教っていうのは、お寺に行ってもですね、さまざまに装飾が施されているんですけれども、しかし鎌倉仏教に入ると、お寺の中のですね、装飾っていうのは極めて簡素になるっていう。なぜ簡素になるのかっていうと、それはですね、神っていうのは別に飾る必要はないだろうっていう、そのような考え方からだと思うんですよね。神というのはそもそも最高に素晴らしいものであるんだから、別にですね、いろいろこうごてごてと飾って神を持ち上げる必要はないっていう、そのような考え方、すなわち日本においてはですね、平安と鎌倉のその境目に何らかの中世と近代の境目があるっていう、そういうふうな考え方できると思うんですけれども、ですから、1100年の前後あたりだと思うんですけれども、これですね、ヨーロッパにおいては1300年ぐらい、日本において1100年ぐらい、日本の方が早いのかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、中国はですね、近代化っていうのいうものが、近代化、工業化とかっていう、そういうふうな意味ではなくて、このですね、絶対的な神みたいな、そのような考え方っていうのが中国においては、5代10国の後ぐらいにですね、始まってくるっていう、そういうようなことがですね、昔から言われていて、宋代と5代10国の境目がですね、中世と近代の境目であるっていう、そういうようなことが、そういうようなこう、見解があったりしてですね、宋代前においては、中国においては、儒教っていうものが精神的なこうメイン哲学なんですけれども、宋代以前の儒教というのは、さまざまにですね、孔子の書いたであろうものに意味を載せていくっていう、そういうふうなものだったんですけれども、しかしですね、宋代以降は、孔子の書いたもの、論語をとかですね、孟子の孟子っていう、そういうような書物から直接ですね、言葉を引き出して、そして何かを神格化するとかですね、神とか鬼とかですね、そういうふうなものを排除して、より合理的な哲学っていう、儒教なんですね、結局はそれが朱子学っていうものになるんですけれども、より合理的なですね、哲学体系、儒教体系を築いていくっていう、そういうふうなこう、歴史的な流れがですね、宋代の頭ぐらいに現れて、すなわちですね、紀元1000年ぐらいですか、それぐらいに、中国においては思想的にですね、中世から近代に移っていくっていう、それから100年ぐらい経った後に日本が近代化していくっていう、思想的にですよ、工業的にではなくて思想的に近代化していくっていう、そのようなこう流れになるんですけれども、このプラトンのですね、国家において、紀元前500年において、プラトンはですね、この本の中ではソクラテスなんですけれども、ソクラテスは極めてですね、近代的なこう神の考え方っていうものをしているんですよね。これですね、このプラトンは一体この神の考え方、神に関する観念っていうのをどこから引っ張ってきたのかっていう、そういうことなんですけれども、これはですね、おそらくユダヤ教からであろうっていうふうなことが言われていますよね。ユダヤ教っていうのは、紀元前500年の時にはすでに存在していてですね、一神教、強力な一神教を、その宗教のテーゼと、していてですね、この強力な一神教のおかげでユダヤ人っていうのは、バラバラにならずに、2000年、2500年とか、そういうふうな時代を経て現在も継続しているっていう、そういうようなことなんですけれども、このですね、ユダヤ教からこの一神教的な考え方っていうものを、
プラトンは引っ張ってきてですね、そして、まあ、この国家という本の根幹に据えているっていう、そういうようなことになりますよね。すなわち、このですね、プラトンの国家における正義についての考え方っていうのは、これはですね、2500年の時空を超えて近代の正義とは何かっていうことと、まあ、直接関係してくるっていう、私はそう思うんですよね。まあ、なぜならその国家の根幹の神という概念がですね、現在の神という概念、東アジアにおいては、まあ、儒教的なですね、道徳体系っていう、そういうようなものと直接関係してくるっていう、そういうふうな純粋な道徳体系とですね、まあ、ヨーロッパにおいては、まあ、キリスト教だったりすればですね、西アジアにおいてのイスラム教だったりすれば一神教っていう絶対的な神っていう、そういうふうなものからの道徳体系っていうことなんですけれども、東アジアにおいては、まあ、絶対的な神を抜きにした純粋な道徳体系っていう、そういうふうなものが現れてですね、これは2500年前のギリシャにおける、まあ、プラトンが求めたですね、道徳体系っていうものと同じであるっていう、まあ相似形であるっていう、そういうようなことが、まあ、言えるとするならばですよ、言えるとするならば、そのプラトンがここで語る国家っていう、そういうようなものの道徳性、個人っていうものの道徳性、正義っていうものはですね、現在と相似形になってくるっていう、そういうようなことを私は思ったりしますね。今日はですね、プラトンの国家の第2巻でですね、まあ、第2巻をですね読んで、それについての私の考えっていうのを話させていただきました。今日の動画は以上になります。